ジムリーダーナギが勝負を仕掛けてきた。私ひわまきジムでリーダーをしているナギ。鳥ポケモンと心通わし、どんな苦しい勝負も優雅に勝ってみせる鳥。マム、変な人いるよ。ダネちゃんあんまジロジロ見ちゃダメよ。あの人なりに一生懸命に看板しょってんだから。傷ついたわ。あの頭についてんの何？あれはゴーグルよ。多分風の谷のガウシカっていう作品のコスプレよ。じゃあ勝ったら角剥ぎ取るんだね。ああそいつで作った漢方を飲めばギンギンよ。やっぱりやりもくでこの男きしょいわ。悪い、あんた美人なのに残念すぎてそそらねえんだ。お客様とて許せぬ。行けチルタリス、行けチルタリス。ひょっとしてあの鳥ノーマル飛行が。よだれうまそう。よし口開けろ。やめろ死ぬって。もういい、あいつは山賊焼きにする。行けオオスバメ。ツバメ返しペガー。このツバ、ははは、今のは痛かったぞ。何2対1以上ではあれら2人で1つ。あばかったー。オオスバメ影分身。何影分身の術だと。あれじゃどれが本物かわかんねえ。ガガンボ伊藤博。虫じゃないんです。ガガンボお前も影分身や。どうやんだよ。さあ攻撃してごらんなさい。さあしょうがねえな。ほらよく見ろ、こうやんだよ。いやどうやんだ。まだまだ増えるよ。ほらほら、こんだけ増えれば一人乃木坂よ。いやー集団で犯される。全部同じブス顔アイドルとか誰に供給すりゃええねん。大丈夫、昨今日本では手の届きそうなちょいブスのがモテるから、ちょいで済むならね。あ、そういうこと。でもやっぱり理想は高くありたい。私が苦労しない程度のぬるさで働けるくらいの収入は望みたい。で子育ての片手間に事務選するくらいがいい。てか事務選来た人に子供の面倒見てほしい。お礼に事務バッジあげるから。それ仕事も子育てもどっちも望んでないや。お前やりたいことよりやりたくないことがモチベになるタイプの人やん。そうそれ、他のことやりたくないからジムリーダーやってるんです。別にやりたくてやってるわけじゃないんです。欲を封じられたザ現代人だな。ならばまずかねてより人間がデフォルトで備えている性の喜びに我が火を灯してやろう。おいでやられる。おいよそ見してていいのか姉さん。よい。何、陽動作戦成功だ。サトシボー、打ち合わせしなかった甲斐があったな。覚悟しろよこのソロ取り人間コンテスト。オスバメ影分身延長で。不思議だね。だけビブラーバがいない。どこ見当たらない。影分身はてめえの残像で目くらましする技だったら鼻から見なきゃいいだけだ。見ないで攻撃。うちのガガンボは音で敵の位置を察知する。それがどういうことかわかるか。え、まさかドドン追加の術。何、ここ地面じゃなくて木なんですけど。しかしビブラーバの攻撃を外れた。何やってんだこのダラズ。銃じゃ何も聞こえないって。オスバメツバメ返し。兄捕まえやした。ティクスティナイ。じゃあガッチリ掴んどけ。ほら離せ。ツバメ返しは絶対に当たる技でしょうが。あ、 TikTok の米なんかてめえ。これはゲームやアニメじゃねえって言ってんだろ。火力が強いけど水は蒸発する。公式にとらわれるんじゃないよ。ティーノビーム RPG スーパーマジ。ジムリーダーナギとの勝負に勝った。婚活しよう。おいら薬指は先約あるけど下の一本指は先着順だよ。きっしょ。お前いつまで分身してんの。戻んなくなっちゃった。なんだこれ、チャンスか。それ分身じゃなくて分裂。